いやでも本当にまあこの流れで僕ちょっとつい最近聞いたお話をつも思い出したんですけど、はい、なんだ楽しいな、いいんですねこんな感じね。そうですね、楽しいですよね。こうやっぱこうやってお話するとやっぱ思い出すというかね、はい、あこんなケースがあったなって出てくるもんなんですけど、はい、そうあのこれはねあの女性の方で、まあ、K さんという女性の方から聞かせてもらったらしいんですよ、はい、でその彼女が、ですね小学生の時に未だに覚えてる奇妙な経験があるとですね、はい、で彼女は当時、まあ、実家も当然実家で暮らしてて、まあ、マンションの一室が実家だったらしいんですよね。である時学校を終えて家に帰ってきて、で両親は仕事で家にいなかったらしいんですよ。で夕方の時間一人でリビングでテレビを見てたらしいんです、あの K さんがですね、はい、で、まあ、テレビ見ながらなんかこう水かなんかこう飲んでたらしいんですけど、そしたら玄関扉がこう鍵がカチャって開く音がして、うん、普通に扉がスーッと開く音が聞こえたんです、はい、で親が帰ってきたんだと思って、はい、でバタンってドア閉まったんで、はい、であおかえりって見たら誰もいないんですよね、はいはい、うんうん、でおかしいなと。で確かにそんな夕方の時間に両親が家に帰ってくることはあんまないんですよね、うん、仕事ですから、うんうん、で気のせいにしたらでもはっきり聞こえたし、うん、で見に行ったんですけど、はい、鍵普通に閉まってるんです、はい、で気のせいかな、まあ、そう思ってまたリビングに戻ってテレビ見てたら、その自分が座ってるダイニングテーブルのすぐ脇をピタッピタッピタッってこう歩く、はい、足音がしたらしいんですよ、うん、でえっと思って見たらでも誰もいないんですよ、うん、その時点で K さんだんだん怖くなってきたらしいです、うんうんうん、さっきの玄関の扉あそこから何かが入ってきたのかも、うん、って思ったらすごく怖くなって、うん、で結局、まあ、あのそれ以上のことはその日は何もなかったんですけど、まあ、やっぱ気にはなってたらしいんですよ、はい、でそしたらその数日後に、また K さん学校から帰ってきたんですよね。でその日は同じ同級生のクラスの友達の女の子が家に遊びに来ると約束してたんですよね、はいはい、で、まあ、しばらく家で待ってたら、まあ、友達が遊びに来たんです家で、はい、で遊びに来て友達とこう家でそのダイニングでおしゃべりしながら遊んでたんですけど、しばらくしたらその友達が突然ごめん私もう帰る、うん、って言ってなんかこう逃げるように帰っていったんですよ、はい、で K さんもあのまだ帰るんじゃちょっと早い時間だったんで、うんうんうん、どうかしたいのとは言ったんですけど、その友達いやごめんとにかくこれ今日は本当に先に帰るねって言って帰っていった、はい、でもしかしたらなんか私は気を悪くするのか言っちゃったのかなって気にしてたんですよね。で次の日学校でその友達になんか昨日ごめんなんか私気にされること言ったって言った友達がいやいやそんなこと全然ない、うん、で実はその友達が言うんですよ、で実はあなたの家に遊びに行かせてもらった時に遊んでる途中ですごく嫌な気配を感じた、うん、でこの気配が家のどこからなんだろうって言って部屋の中を友達が見たら、うん、ちょうどリビングの、棚の上かどっかに、はい、ある人形が置いたらしいんですよ、はい、その人形が非常にこう嫌な気配をしているというのに気づいたらしいんですよ、はい、でそれに気づいた途端に友達はもうすごく気持ち悪くなって、うん、もうすぐ出なきゃ、うん、と思って家を飛び出したらしいんですよ、うんうん、で家をその K さん家を飛び出して、うん、で非常あ階段を降りて歩いてるときに、はい、自分の後ろから誰かがついてくる足音がするんですよ。おその非常階段のカッ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 足音が、これなんかノイズ大丈夫ノイズがやばい、出たやばいっす、ね、俺もちょっと俺も変な感じしたんだ俺なんか、だからこの話ちょっと確かにちょっとこうねなんか変な感じしましたよ僕もなんか奇妙な話があるんです、めっちゃ怖かったなんか、そうでその友達 は、はい、友達はその帰り非常階段降りてる時に自分の後ろからカン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 って降りてくる足音が聞こえるんですよ。でえ誰と思ってバッと振り返ったら誰もいないんですけど、そこにあの K さんのリビングにあった人形がポツンと置いてあったらしいんですよ。でそれ見て K さんも絶叫して、あ失礼しました、 それ見て友達も絶叫して逃げ帰ったと、っていうことが昨日あったんだよっていうのを K さん聞かされたんですよね。でそれ聞いてさすがにちょっと怖くなってきて、はい、で親に相談しようかなとも思ったんですけど、なんか言っちゃいけないような気もして悩んでたんですよね、うん、そしたらそっからまた何日かしばらくして K さん夜寝てたらしいんです、はい、
普通に。そしたら夜深い時間ですね、突然ちょっとあんた何してんのっていうお母さんの声が聞こえたんですよ、うん、でハッと気が付いたら K さん寝室にいなかったんです、うん、その瞬間 K さん外廊下にいて、うん、手すり掴んで飛び降りようとしてたんですよ、うん、おいで後ろからお母さんがちょっとあんた何してんのって言って止められたとっていうことだったらしくて、うん、で結局そんなことがあってちょっと親に相談して、まあ、あのお祓いかどっかに行ったというなんかそんな話をちゃんと収まった、ちゃんと一応そこでも収まったらしいんですけど、まあ、ただやっぱあの時何か最初の現象で言うと家に入ってくる足音が増えて、そうですよね、あの時から何かついてたのかなという話を、計算してましたね。はらこれも怖いですよ。そうなのでやっぱりそのさっきのガンジさんの、はい、あのケースも近いかもしれないですけど、はい、本当に記憶がないらしいんです、うんうん、寝て次に気が付いたらもう飛び降りようとしてた、その間の記憶がないと、うん、なのでやっぱちょっともしかしたらそういう、何かこう悪い例みたいなものがこう入ってしまうあるのかもしれないですね。